んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、部下を叱れない自分を直すです。あなたは部下を持っていますか？その部下をちゃんと指導できていますか？時々部下を叱れない人がいますよね。ちゃんと部下が自分の言った通りにやってくれればいいんですが、でも勝手なやり方をしていたり、存在な態度でお客様に失礼なことをしていたり、もしあなたが経営者であれば本当に困りますよね。でもちゃんと叱ることができなくて、適当に曖昧なことを言ってしまって、そして部下にバカにされているっていうことがあるかもしれません。結局あなたは責任者なので、部下のしたミスをあなた自身が何とかフォローしたり、あるいは時にはお客様に自分が代わりに謝らないといけないということがありますよね。だからしっかり叱って、ちゃんと自分の言ったやり方でやってもらいたいのに、でも叱れない。これはなぜでしょうか？あなたの頭の中には、もし自分が叱ったら部下はぷいっと辞めてしまうとか、自分を恨むというふうに考えているからなんです。この考えはどこから来るかというと、実は子どもの頃にあなたが親に対して思っていたことから生じています。あなたは親に何かを注意された時、ちゃんと聞いていましたか？逆に親を睨み返していませんでしたか？そして自分のやり方でやるんだと言い張っていませんでしたか？それでももちろん親はしつこくあなたにこうやれああやれと言いますよね。そうするとあなたは心の中で、こんなうち出て行ってやるって思ったかもしれません。こういうようなことによって、あなたは今でも自分が部下に何かを言うときに、部下はきっとそのうちこの会社を辞めてやるって思うんじゃないかと思っているわけです。だから叱れないんですね。ということで今日はこの反抗的な自分を直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。では聞いていてくださいね。あなたは部下を叱れないんだね。叱ると自分が嫌われると思ってるんだね。だから部下に注意をしたくても適当に伝えて曖昧にしてしまうんだよね。だから部下の悪い癖やミスが治らないんだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。何年も同じことが改善されなくて、いつまでも問題が出る。部下は自分では気づいてくれないから、悪い癖は治らなくて、イライラしてしまう。結局、自分は責任者だから、自分が部下の分の仕事をしたり、部下のミスを誤ったりしている。そして部下は相変わらず偉そうにしている。立場が反対だよね。大人の自分がこれではあなたも嫌だよね。あなたが部下を叱れないのは、あなたがかつてお父さんやお母さんにいつもいつも反抗的で言うことを聞かなかったからだよ。あなたを怒ったお父さんやお母さんを、あなたは恐ろしい目で見返して、心の中では復讐してやるって思っていたよね。お父さんお母さんが正しいなんて思わなくて、自分は自分のやり方でやって何が悪いって思っていたよね。あなたは間違っているんだよ。あなたはちゃんと言われた通りにする義務があるのに、それをうるさいなとかほっといてよっていう権利なんかないんだよ。ここはお父さんとお母さんの家で、あなたは住まわせてもらっているんだよ。あなたがそれを理解しないから、大人の自分は自分の会社なのに
部下に気を使って仕事をしているんだ。おかしいよね。悔しいよね。だからあなたも反省しなさい。お父さんお母さんは八つ当たりやわがままで怒っていたんじゃないと知りなさい。あなたが確かに間違ったことをしていたり、みんなと違うことをしているから怒ったんだよ。あなたがそのままだと家族みんなが快適に暮らせないからしつけているんだよ。だからお父さんお母さんに謝りなさい。そして今すぐ言う通りにしなさい。この家に住まわせてもらっていることに感謝しなさい。そしたらあなたの部下もあなたに感謝してちゃんと言う通りにやるようになるよ。その方がいいよね。大人の自分は自分の会社を大切に育てていきたいんだよ。お父さんお母さんも自分の家庭をしっかり育てていきたかったようにね。だから謝りなさい。お父さんお母さん申し訳ございませんでした。これからはちゃんと言う通りにいたします。